30日、九州地区高校野球大会準々決勝鹿児島実ゼロの豪気縄小学、前日の8回裏、敵時三塁打を打たれて3点目を奪われた後に継続試合に、鹿児島実のるのエース大野はこの日も西三塁からのマウンドに上がった。しかし、最初の打者を四球で出し、自打者に2点三塁打を浴びた。 今日の8回は抑えなければ、と思った。試合後にそう振り返り、抑えられなかった、力がなかったと言葉を詰まらせた。2年前の選抜に出場した大島のエースで、現在はソフトバンクの王の和夫の弟。速球派の兄とは違い、緩急と制球力で勝負する身長166センチの小柄なエースは、内科は、 絶対に甲子園に行けるように練習して力のある球を投げたいと誓った。坂瀬川亮介